皆様、こんにちは。坂井日香です。今日は、無理ゲーすぎる、星座についてお話をしよう。適色が無理ゲーすぎる星座っていうことでお話ししていきます。まあ、十二星座占い。まあ、おなじみですけれども、まあ、私、鑑定をね、ずっとやってると、結構ですね、出来上がっちゃってる人が、多く来るんですね。鑑定の現場に。でき、なんかいろいろ占い情報を、読みすぎて、で、出来上がっちゃってる人が結構いてですね。で、占星術をやりたがるっていうか、見たがる方々、の多くは、なんか知んないんですけど、転職を求めてるんですよ。転職。転職っていうのは、転職のね、ギーだとかそういうやつじゃなくて、トラバーユみたいなことじゃなくて、天の職ですね。天の職。転職。ね。を求めた人が、占星術のお客さんには本当に多いんです。転職。だから聞かれますね、転職。で、聞かれるんですけど、で、占星術の仕組み自体が結構経済学、の観点からすると、とんでもなく、結構なんか、今の時代にこの考え方はないだろうっていうようなのが、実は、私、ハウスの考え方を見てると、今の時代にこんななんか、ものの見方ってある？みたいな、結構時代遅れ感がすごくあるんですね、12ハウス。どうしてもそのメンタル占星術、自分が生まれた時の出生のホロスコープから、あれこれその分析していくっていうのが主流なんですけど、これはね、昭和の初期か大正の初めか、まあ、明治の終わりぐらいか、西洋占星術が日本に輸入され始めた時に、日本のその占いを紹介するライターさんが誤って、記述をしてしまったっていう歴史があるんですね。で、なんでこんなにメータルばっかりなのかって言ったら、明治期に外国から初めてその西洋占星術っていうものが、まあ、ちらほら入ってきてはいるんですよ。入ってきてはいるんですけど、はっきりその大衆に向けて本が出版されるようになってきたっていうのが、まあ、明治期からですね。明治もしかも結構終わりの方、になってから、ちらほらその日本で占星術っていうものが、出されるようになってきたんですけど、その時にライターさんが間違えちゃったんですね。出生のホロスコープに全てのことが現れているっていう書き方をしちゃったんです。で、今のアスペクトもそうで、アスペクト、吉格とか凶格、ね、吉とか凶とかっていう言葉を使ってますけども、あれも明治期に、その初めて明治大正の頃に、外国の情報を日本に輸入したライターさんが間違えて広めてしまった古い情報です。もう古いんです。古い情報なんで、そこは新しく、考えていかないといけませんと。で、メンタルに全部出てるよっていうふうにしちゃったまんま、日本ではずっと来ちゃってるんですね。でも、これは完全に誤りで、メンタルに出ているわけではないんです。一切のことは。だから、メンタルの自分の生まれた時のタイミングのホロスコープさえ見れば、全部その適職から、伴侶から、子供の数から、将来かかる健康から全部出ているかって言ったら、それは絶対にありえません。ありえません。これちゃんとその、占星学っていうものを、まあ、順序を踏んでね、勉強していくとわかることなんですけど、そんな簡単なことじゃない。ただ、出るか出ないかって言ったら出てはいるんですけど、ただ、ネイタルチャートだけではありませんね。ネイタルのホロスコープだけで、そんな、一切の情報が拾えるほど世間は甘くないですよ。だから、出てるっていう言葉はもっと広くって、それこそプログレスとかディレクションとかトランジットとか、あとその、あれですね、ハーフさんとかハーモニック、すべての
絡みとか、そういう複雑な状況を全部ぶっ込めば全部の人生が現れるよっていう意味であって、出生図に何もかも現れているっていうのは完全なる間違い、大間違い、大嘘です。ね、だからそれをでも信じちゃってる人がすごく多くって、出生のホロスコープチャートさえ見れば私の、転職ね、私がどういう職業を選んだらいいのかとか、どういう伴侶を得たらいいのかって全部出てるっていう風にあまりにも刷り込まれすぎる。それは市販の先生術本が悪い面もあります。市販の先生術本は結構ね危険で、あれは本当に入門書ってね、あの背表紙にどの本も大体書いてある入門書だから、ほんの入り口なんだよ。ほんの入り口の触り触り触りで、玄関だけ、玄関でしかも上がらせてももらえてないような状態の、あの先生術なんですけど、その入門書レベルのやつをなんか3、4冊読んでもうなんかプロになった気になっちゃう人が結構多くって、で、そういう人がまたなんかヘンテコリンな情報をどんどんこう発信しちゃうんですね。なんですけど、デジタルに一切のことが現れているっていうのは、これは完全に大嘘です。大嘘です。はい。間違いです。ね、出ていることは出てるけど、それは全ての先生術技法を総結集したときに、あ、確かに生涯にわたることが全部出てるっていう感覚がするだけで、メンタルだけでは全然出ません。はい。っていうことを、まあ、まず言っておいて、で、MC ってあるでしょ？天頂。まあ、一番太陽が高くなるポイントですよね。で、その MC は第10ハウスの境界線というふうに言われています。で、第10ハウスは、まあ、転職とか社会性とか、なんかその職業に関連した、まあ、ハウスというふうに、まあ、一応されていて、で、MC を見れば、その、職業傾向がわかるっていう、まあ、情報もありますね。で、これは、まあ、否定はできないんです。MC に現れている、その星座とか、あの、惑星とかっていうのが、その職業傾向に、非常に影響があるっていうのは、これは否定できないんです。で、ゴークランドセクターっていうですね、有名な研究論文がありまして、で、私が、その、ね、大好きな、まあ、おなじみのこのエヴァーキンさんですけども、まあ、エヴァーキンさんもそのゴークランドセクターっていうのはよく知ってて、で、ゴークランドセクターって何かって言ったら、ソルボンヌ大学のですね、まあ、心理学と物理学の先生と、ミッシェル・ゴークランっていう、まあ、博士がいたんですね。で、ミッシェル・ゴークランさんっていう人が、その、著名人、軍人なら軍人を2万人とか、それから作家なら作家さんだけを集めたりとか、外科医なら外科医だけを集めて、ホロスコープ分析をして、どういう星の分布なのかと、ね。ネイタルチャートがどういう分布なのかっていうことを詳細に調べた、まあ、データがあるんですね。ゴークランセクターって。で、それでは、否定できないっていう結果になっちゃったんです。先生術を否定できないっていう結果になったんですね。で、それは統計学的に明らかにその優位性があったと。軍人なら軍人を集めたときに、全員全部が集、あの、その通りだっていうわけではないんですけれども、やっぱり2万人なら2万人が集めた時の、星の分布でですね、明らかに突出した、なんですかね、部分ができるっていう。で、まあ、ゴークランセクターに関するね、論文を今、私探してますから、まあ、ゴークランセクターの詳細なね、またデータとかも、ちょっと探し出してね、あの、書籍でも何でもいいんですけど、ちょっとまあ、お見せできたらなと思うんですけど、まあ、そういうのがあります。だから、否定はできないですね。で、私も4000人ぐらい鑑定して、もしかしたらもっと鑑定してるのかもしれないですけど、一応、公式記録、占い館でバイトしてた時は4000人鑑定したデータが残ってるんで、まあ、4000人で、それ以降はカウントしないんで、もう忘れちゃったんですけど、まあ、一応何千人か、鑑定してですね、確かに MC にその職業傾向が現れるってことは、これは否定はできません。否定はできませんね。うん。
否定はできない。で、なんで MC が大事なのかっていうのは、これはもう完全にその神秘学的な、考え方で、これはね、まだ文献をはっきり見たわけではないんですけども、いろいろですね、その地球磁場のその文献とか、それからルドルフ・シュタイナーのまあ文献とかですね、その電磁気学とかその発生学、赤ん坊が発生するっていうところの、知識。だから先生術にはこういう情報はあんまり出されてないですね。生物学とかですけど。で、そういうのを見ると、どうもその受胎、お母さんの卵子とお父さんの精子が合体して、その地球の壁にですね、着床するときに、その方向が定まるんですね、方向が。で、その方向に従って、神経系統だったり、DNA だったり、細胞分裂だったりっていうのが組み立てられていくので、その絡みを読み解こうとしているのが、占星術じゃないのかなっていうのは、何十年も、まあね、私大嫌いなんで、嫌いであるがゆえに、こいつらを全部論破してやりたいと思ってですね、相当な本を読んできましたけど、まあ、どうもそういうことなんじゃないのかなって、薄ぼんやりと、うん、本当にその先生術が言いたいことの影みたいなね、尻尾みたいなのが、ようやくなんとなく分かってきましたけど、どうも、そういうことなんじゃないかと。で、職業って何？適職って何？って考えたときに、職業こそ苦しみの源泉ですよね。職業こそ苦しみの源泉ですよ。金さえあったら働かないのって地球上の全員も思ってませんか？で、多分画面のあなたも思ってると思うんですよ。画面の向こうのね、あなたもね。私5億円があったら働かないのにって。毎日働かないで、好きなことやって、で、暮らしは何も困ってないですね。好きな時に寝て、好きな時に起きて、ね。ってなるんですけど、でもそれってさ、それってでもよく考えたら、自宅警備員と同じじゃね？みたいな。だから自宅警備員だったら別に5億いらないよね。ね、お父さんお母さんが倒れるまで躊躇すればいいだけだから。ね。ね、だから、お父さんお母さんに躊躇してもいいんですよ、全然。私、自宅警備員を何ら恥じる必要はないと思ってて、で、お父さんお母さんが元気な間はお父さんお母さんに躊躇して、で、躊躇する代わりに寄生虫にはお前役割があるんだぞと。ね。ただの寄生虫っていうのはそれは排除される。で、うまい具合に寄生しないからお前はダメなんだっていうのはまあ簡単に言うんですけど、ね。お父さんお母さんに躊躇して、ね、自宅警備員として、もうゲーム三昧、アニメ三昧ね、ラノベ三昧の、もう本当にもう、パラダイスみたいな人生を全うしたいんだったら、寄生虫なりの仁義っていうのがあるんですよ。仁義を守んないから、お前、ボロカス言われる。仁義っていうのがあって、じゃあ仁義って何って言ったら、せめてお皿を洗うとか、ね、ゴミ捨てをしてあげるとか、ね、芝生を買ってあげるとか、労働力は払えよって。ね、別にバイト行って金稼いで、はい、5万円とか渡すことだけが全てじゃなくて、ね、草刈りでいいんです。ね、お皿を洗うでいいんです。せめて、働かないんだったら、家の中きれいにいつも整える。お父さんがまた労働力を再生産できる気持ちよく。ね、家に帰った時にはお父さんはもう休んでもらって、気持ちよく、そのやってもらってですね、で、また元気に会社行ってもらって、俺の養分稼いでこいと。ね、そういう息子娘だったら、私は別に自宅警備員が職業ですって、あ、そう、最高じゃないですかと。ね、もう最高。主婦なんて自宅警備員じゃないですか、はっきり言って。主婦ってのは自宅警備員だから、ね、主婦はでも世の中の人そんなに、ね、あ、そうですかって。別に、なんとも思わないじゃないですか。でも、自宅警備員ってなっちゃうと、なんか、ニートで恥ずかしいとか、ね、ちゃんとしなきゃいけないみたいな論調になって、でも、専業主婦の人に、ちゃんとしなさいとかって、あんまり言わないですよ。私、専業主婦は専業主婦で立派だなと思ってて、
私は専業主婦ってなったことないですけど、ずっと働いてね、やって、うちの旦那は絶対その、甘やかさないタイプなんで、ね、まあ、頑張って働いてきましたけど、専業主婦は専業主婦でね、あれね、立派な仕事ですよ。仕事です。だって専業主婦の人たちって、ただ家にいて、ゴロゴロして、で、適当に子供をね、あしらって、ね、で、食ったものは食いっぱなし、ね、洗濯もしない。っていうんじゃ、クビになります。もうクビになります。ね、専業主婦の。だから専業主婦のね、世間の人たち見てください。24時間結構働いてますよ。ね、まだそれだったらパート行って、ああ、もう疲れてやりたくない。もういい。もうやりたくない。私だって働いてるもんっていう人の方が、ちょっと、なんかまだ楽なのかもなって思うこともあります。で、専業主婦って気が抜けないんですよ。ね。それで一生懸命、だから家庭っていうのは会社ですからね。会社なんですよ。株式会社、我が家なんですよ。もうみんな間違えるんです、ここ。家庭っていうのはすごくこの安心の場所だとか、癒しの場所だって勘違いしすぎですね。家庭イコール株式会社我が家です。はっきり言って。株式会社我が家ですよ。だからその夫婦のお金を持ち寄って家庭っていうものを牽引していくんです。牽引なんです。だから牽引全体が破綻しなければいいのであって、別にあなたがニートだからってじゃあオタク破綻するんですか？破綻するんですか？で、お父さんお母さんが死んじゃった後、お父さんお母さんのね、まあ、死んじゃっても、自分がもし年金かけてれば、年金プラスちょこっとやれば、破綻しませんよね。万々歳じゃないですか。何を思い悩む必要があるのか、もうさっぱりわかりません。だから私、ニートとかね、別にいいような気がしますよね。ちゃんと家のことをやれば。うん。家計が、株式会社我が家が破綻しなければいいんであって、ね、あなた一人が、ご飯3杯食べたからって破綻するんですか？と。ね。いいじゃないですか、別に。ね。うん、それで、どうしても、ちょっとね、米代よこせとか、ね、言われるんだったら、一日一回なんか、芝刈りのお手伝いでも行って、3、4000円稼げばいいんだって、ね、別になんか、ニートでも何が悪いんだろうっていう、まあ、感じはしますよ。でも、悩んで占い師のとこ来るお客さん多いですね。ニートだからつって。はい。で、そんな感じでですね、まあ、適職、ホロスコープさえ見れば適職がわかるんじゃないか。で、それはまあ、一理ありますけれども、すべてではありません。なぜかというと、状況に応じたものがありますね。現代社会っていうのは、自力で社会と関わってお金を稼がなければ、いけないわけです。まあ、物品を売るとか、品物を売るとかね。お金でお金の売買をするとか、いろいろなその経済活動のやり方っていうのはありますよ。経済活動ね。うん、で、一応ホロスコープでは第二ハウスが経済。ね、第六ハウスが労働。第十ハウスがその栄誉、栄達みたいなことを言われていますけれども、実のところそれも嘘です。それも嘘です。完全に嘘です。嘘です。正解はじゃあ何かって言ったら、全部を読まないといけません。全部見ないと何とも言えないですね。何とも言えないです。で、職業運をその知りたがる人たちっていうのは、自信がない人が多いんですね。不安なんです。自信がないんです。すっごい自信がないです。ホロスコープ語りをする人イコール自信のないやつなんです。はっきり言って。自信がある人はこんなの初めから鼻で片腹を痛えわ、こんな子供騙しがって来ないんですよ。自信がある人。で、私自信がある人の方が正しいと思ってます。実際に片腹痛いです。こんなんで 何もかも分かったような気になってるお前たちってよっぽど責任知らずだなっていうのは、ありますね。だからこんなのバカバカしいよって最初から来ない人の方が実際見てください。結構成功してますよ。そういう人の方。ね。うん。で、占いやってる人でもいいけど、やっててもやっぱりちゃんとできる人は半分信用してませんもん。半分子供騙しだなってどっか分かってる。ちゃんとその利用できる人はね。
なんだけど、なんか結構こう、もう占いにも全部染められちゃって、ギャーギャー言う人っていうのはもう初めから人生うまくいって、そんなお前だからそもそもうまくいかねえんじゃねえ、ホロスコープとか関係なくにっていう、まあ感じは、ありますね。はい。で、それで MC に現れる星座っていうのが、その職業、ね、転職に関係があるなんていうふうに言われていて、で、私第10ハウスの MC って何かって魚座なんですね。魚座。だから魚座、まあ確かに魚座、ね、神秘的とか、まあ、言うじゃないですか、ね。神秘的とか言われるんですけど、まあ確かに、ね、で、本業は介護福祉士なんで、まあ、介護福祉士はその弱い人たちとか、福祉とかってね、魚座は福祉とかっていう意味があるんで、まあ、まあ確かになんかまあ魚座っぽいっちゃ魚座っぽいよね、やってきたことは、みたいな感じはあるんですが、しかし、もともとの西洋占星術の星座っていうのは、天に輝いている星座とは一切関係がないです。一切関係ないです。じゃあ、正しい星座に置き換えたときに、MC、酒井さんの MC、魚座の22度です、私。出生時刻からね、きちんと割り出したやつは魚座の22度なんですけど、じゃあ、正しい星座、ね、現実の星座にもう一回置き換えたときにどうなっちゃうかっていうと、残念ながらですね、水亀座になっちゃうんですね、ギリギリ水亀座になって、水亀座の終わりの方になっちゃうんですよ。そうすると水亀座ってどういう意味って言ったら、水亀座ってまあ科学とか、ね、あとそれから先生術も水亀座っていうふうに言われてますね。古くて新しい学問っていう意味が、あります。それから電波とか航空とか宇宙とかっていうのもまあ水亀座なんですけど、そうすると、まあ私先生術をやってるじゃないですか。そうすると、どっちでも合ってんじゃないっていう気になってきません？ね。魚座でも合ってるような気がするし、水亀座でも合ってるような気がするみたいな。まあそういうようなところがありますよね。そういうようなところがあります。だから結局、なんか、うん、それっぽいような気もするけど、どうとでも言えんじゃねえみたいな。ね。どうとでも言えんじゃねえみたいな感じもしますよね。で、ヤギ座、じゃあもう一個さらにずらして、ヤギ座が MC だったらどうなるのかって言ったら、まあヤギ座、その、冠婚葬祭に関したことがヤギ座とかね、言われていますね。それからまあ、家とか社会性とかって、まあなんかよくわからない、解釈なんですけど、まあその、なんでしょうかね、この、人生のその、なんていうかね、暗い部分というか、裏側みたいなことを、まあ、見たがるのが、まあ、ヤギ座みたいな。そうするとなんか私、ヤギ座にずらしても、結局なんか私のやりたいことってなんかまあ、そこから情報を拾うことはできるのかなって、他の星座にどんどんずらしていっても、なんだかまあ、引っ張ってこれるな、みたいな、感じはしてですね、それがその星座語りをやめちゃおうっていうふうに思った一つの要因でもあります。結局、どういうふうにでも解釈できちゃうのが星座の部分なんですね。どうとでも解釈ですよ。だから、その、どうとでも解釈できちゃうところを、それでよしってすると、占星術っていうのはタロットカードみたいな占いになっちゃうんです。でもそこをちょっとその、どことでも解釈できるところをちょっとやめようって言って、じゃあもうちょっとなんかその、何ですかね、わかりやすいところだけを抽出することはできないのかっていうと、やっぱりエバーティのハーフさん、とか、コスモバイオロジーの考え方になってきて、で、エバーティは、あれですね。もう完全に感受点の一つとしか見てないんですよ。アセンダントとか MC とか効力はありますね。なぜかっていうと、体が編み込まれる時の方向がそこで決まっていて、その方向に沿って神経系統というのが編み込まれていきますから、その方向の磁場とかね、何らかを示すのは MC ではあるだろうっていうのはあるんですけど、完全に感受点です。ね、感受点。ね、だから惑星の一つぐらいの扱いなんですよ。で、それで、見ていきますと。
いうことなので、まあ難しい。でも、MC に現れているその星座から引っ張ることはできる。ただ、難しいですね。魚座なんかだと、MC が魚座だと、イラストレーターとか、占い師とか、ミュージシャンとか、よくありがちじゃないですか。ね、星座占い本にもなんかそんなようなこと書いてあるんですよ。ありがちじゃないですか。でも、ミュージシャンって言われたところで、無理ゲーですよね。無理ゲーだと思いません？あなたの適職、占いのところに行ってね、先生、私の向いた職業は何ですかって聞かれて、ミュージシャンですって言われても、無理ゲーですよね。どうやって金にしろっつんだよ。ね？そこら辺のババアが、ね、歌を歌ったからって、多少上手かったからといって、CD 買います？買わないですよね。誰も買わないでしょ。いくら顔のいい、すごい格好のいい、若い男の子で才能溢れている男の子だって、買わないです、普通は。ね、ちょっとなんかこう、がなったところでギター弾きながらね、がなって、CD 買うかったら誰も買わねえよ。無理ゲーです、無理ゲー。じゃあその無理ゲーをどうやって無理ゲーじゃないような可能ゲーにしていくのかっていうところでみんな悩むんですよ。そういうのなりたい人って。みんな悩むんですよ。無理ゲーじゃん、最初から。最初から無理ゲーじゃん。だからその無理ゲーを無理ゲーじゃないのにするのってどうしたらいいのって言ってみんなそこで悩むんですね。何かになりたい人って。ね、何かになりたい人ってそこで大体悩むんですよ。悩むんですね。で、まあ、大体芸能人の方見てると、最初から金持ちの人が多いです。ね。だから広告代も当然つぎ込み、突っ込める。ね。宣伝にお金もかけられる。ね。名刺配る、プロダクションに名刺配るのに、かかる、そのお金ですよね。ああいうテレビ局の人とかもただで話を聞いてくれるわけじゃないんですね。ちゃんと段取りでこれを払わないと聞いてくれないですよ。でもこれを払ってこれをばらまけば、まあ大体どんな人でもタレントになれます。これさえあれば。ね。これです。これ。これですね。全部これですよね。だそういう大人の汚いところを上手に利用すれば、別に MC の星座がどうだとか、関係なく、そういう職業は慣れます。じゃあ正直言って。慣れますよ。すいません。簡単じゃこれですよ。ね。ね。じゃあこれを得るのに、どうするかって言って、またそこで悩んじゃうわけですね。またそこで悩んじゃう。だ結局、その、占いのお客さんで、やってくる人たちの大半は、もう、何かになりたい人に最初から。最初から何かになりたいんですね。映画監督とか、歌手とか、イラストレーターとか。で、そのなりたいものが、なんか平凡なものじゃないんですよ、全部。うん。なんか平凡な夢だったら別に、地道に努力をすれば手が届くじゃないですか。例えば、弁護士にあなた向いてます。って言われたら、弁護士のなり方っていうのがもう世の中的にいろいろ、もう大体確立されてますよね。弁護士になりたいんだったら、こうする、こうする、こうする。で、最終的にこういう試験に突破する。で、突破した後どうするって、大体そのロールモデルがあります。大体。ね、ああ、弁護士向いてますよって言われた時に、ロールモデルがありますよね、弁護士だったら。でも、ミュージシャンって言われてロールモデルあります？ねえ、ロールモデルあるでしょうか？ないですよね。だからなんだっけ？なんだ、忘れちゃったな。いや、結構有名な彫刻家、知恵古書を書いた人が、残した言葉に、僕の前には道がない。僕の後に道ができる。それが芸術家だっていう有名な言葉がですね。その、なんだろう。芸術系とかスポーツ系とか、とにかくその、お金になりそうもない分野。お金になんないでしょってあんなの。誰も買わないもん。ねえ。バンクシーとかだって、バンクシーの絵だって、紐づいてるから何億円も買うだけで、ただ道端にあんなのあったら踏んづけて終わりじゃん。バンクシーの絵なんて。パキって。ね、バンクシーってもなんか名前ができちゃってるから、ああいうなんかヘンテコリンなネズミとか風船の絵とか、
あってもなんか何億円だとかって言ってるだけで、ね、あれただ何にも、ただの落書きとしてあの地べたに置かれたらみんな踏んづけて切っ飛ばして、粉々しじゃんなの。ね、それが、ロールモデルのない世界ですね。ロールモデルのない世界に。だから、裏が先生術でああだこうだ言う前に、自分が目指している世界にロールモデルがあるのかどうなのかっていうことを、まず一番最初に見つめ直すべきでしょうね。ロールモデル。弁護士とか医者とか薬剤師とか、そういうロールモデルがきっちりこの、ある世界を思考する場合は、その通りにやればいいので、別に先生術は関係ないですね。関係ないです。そういう方向に行きたいと思うんだけど。ね。だけど、先生術の門を叩く人ってね、ロールモデルなき世界に惹かれちゃう人たちです、どうしても。ね、ロールモデルなき世界に惹かれちゃうからこそ、いつまでも売らないでぐつ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 、うん、言い続けるわけですよ。ね。だから、ロールモデルのない世界を目指すっていうときには、最初からロールモデルもないし、成功のモデルもないんですよ。何にもないんです。ね、何にもないんだから、何にもないまま好きなようにやりゃいいだけなんですよ、はっきり言って。なんだけど、なんか、職業にしなきゃいけない。お金を稼がなきゃいけない。それで、名刺にイラストレーターですって書いて、家賃もイラストのお金で払って、食費もイラストのお金で払って、そういう生活をしてないと自分はイラストレーターじゃない。ミュージシャンじゃない。みたいなことを、すり込まれすぎるの、ほんとね。ロールモデルなき世界っていうのは、なんだっていいんです。なんだっていいんですよ。何でもいいんですよ。ね、俺はミュージシャンだって言って、実は、人にはミュージシャンだって言ってるけど、その実は植木屋のバイトで一生懸命お金稼いでるんだって、これも立派なミュージシャンの生き方なんです。生き方なんです。だけどなんかね、テレビとかラジオとか雑誌とかであんまりにも洗脳されすぎ。まあ、本当に洗脳されてる。だから大嫌いですね。ああいう、出版社とかって。本当嫌いですよ。死ねないね、と、みたいな。編集者とか。ね、そう、うまく、そのロールモデルなき世界を、あたかもロールモデルがあるかのように、その、見せびらかして、提案して、みんなをそうやって過ぎ込んでいくんですね。でも、ロールモデルはありません。ロールモデルなき世界とロールモデルがある世界っていうのが職業の中には完全にあるわけです。だから自分がなりたいものにロールモデルがあるのか、それともロールモデルがないのかっていうところを若いうちからしっかり考えておいた方が、いいです。アメリカはこういう教育をしますね。ロールモデルがあるのかないのか。ね。だからミュージシャンとかイラストレーターとかね、なりたいって言ったらもうそれはしょうがないんだけど、なればいいんだけど、なり方に決まったやり方はありません。で、誰が認めるものでもありません。自分が思えばもうそれで成立してしまう世界なんですね。で、先生術のところにやってくる連中というのはほぼそういうやつだよ。もう公務員で、ちゃんと月給30万円ぐらいもらってて、で、仕事してるっていう人は、まず先生術のところに来ません。興味も持たないです。平凡に生きていて、社会一般的なそのロールモデルに則った、人生設計をしてやってこれた人っていうのは、もう全く先生術なんか興味抱かない。占い全般興味抱かない。だから占いに来ちゃった段階で適職はもう占わなくても、ホロスコープなんか見なくてももう分かりきってますよ。あ、どうせミュージシャンでしょ？なりたいの。あ、イラストレーターでしょ？どうせ。ね、わかってるから、もうそんなの。関係ねえから、MC とか。ぶっちゃけ。ほっとに。は、引っ張らんねえよ、みたいな、状態です。状態です。まあ、はっきり、もうほんとそういう状態ですよ。ね、肩腹痛いわ、みたいなね。うん。だから、稀に、しっかりした、その、ロールモデルある世界の人が、こっち側に来ちゃうと、あ、やらかしたね、あんたって思うわけですよ。あ、なんかあった、この人。ロールモデルある世界にいられたい人なのに、こっちのロールモデルなき世界にぶっ込んできたってことは、なんかあったね、君はって。ロールモデルある世界っていうのは結構辛いこともあるんですね。
何しても型枠があるわけですが、その型枠の中でしか、型枠の宇宙の中でしか、まあ、動くことができないんですけど、ロールモデルのない世界っていうのは何をやっても自由ですから。ね、で、占いっていうのはロールモデルなき世界なんですよ。何にもロールモデルがないです。ね、だからそこにポコーンってやってきちゃうと、ああ、なんかあんたしくじったんだね。ね、だからこれはもう先生術なんか片腹一体ではもう全く関係ねえよね、バカどもがっていうね、あの状態です。ね。だから鵜呑みにしないでください。ね。鵜呑みにしないでください。ね。ね。もうどうとでも読めるんです、はっきり言って。ね。で、その中でも特に、イメージとして、ロールモデル寄りの星座と、ロールモデル寄りじゃない星座っていうのがあります。例えば、ヤギ座なんかは、世間一般的にはロールモデルある世界のイメージのサインですね。ロールモデルある側。ね。魚座とかってなってくると、なんかちょっとロールモデルから逸脱しちゃったような感じがしますけども、で、これはね、ホラリーの考え方ですね。ホラリーは結構その、例えば、なんだろう。いろんなものをその分類して考えるのがホラリーの考え方なので、まあなんかいろんなものがあります。うん。で、この、ただね、私ね、MC のサインを見るときには、そうやって星座語りしちゃうともうどうとでも言えるし、いくらでもその妄想的な情報を引っ張ってこれちゃうんでね。で、しかもましてや、もう、先生術講座しまーすって言って、ここに10人並んだら、10人ともロールモデルのない人たちじゃないですか。もう来ちゃってるんだから。来ちゃってる段階で、あ、こいつらロールモデルなき世界の連中なんだな、って言って。ね、来てない人はロールモデルがある世界にまだいるんですよ。で、ここ目の前に眼釘揃えて、ね、座ってる奴らはもうすでにもうロールモデルなき世界にしか生きられない人たちでしょ。ね、だからもうミュージシャンとかなりたいに決まってんじゃないですか。もうホロスコープなんか見るまでもないでしょ。そんなの。ね、だからそういう、感じなので、結局星座でそこでね、もともとロールモデルのない連中に星座で意味合いなんか引っ張ったところで妄想にしかなんないですよ。なんないですよ。なんないです。もう本当なんないです。ね、それでそのロールモデルなき世界にいる連中の、もう、観念をほどかなきゃいけないですよ。お前らはもともとね、もう、鉄道としては最悪なんだよ。電車としては最悪ですよ、もう、あなた方。もうレールがないんですから、どこにも。ね、レールがないんですよ、ね。で、ホロスコープ引っ張り出したところで、あ、レールがないですね。で、終わりですよ。レールないんですよね。だからそこで、さてどうしていくかっていうのは、先生術とは全く関係がない話。ね。それだったら、経済学の勉強をするべきだし、心理学でも何でもいい、生き方論でも何でもいい。それこそ、ビジネス書ですよね。本当のね、範疇はね。だけど、みんな自信がないです。あなたがイラストレーターを目指そうと思ったのは、天命なんですって言ってほしいんですよ。言ってほしいんですよ。ね。天命だって言ってほしいの。ね。私がこのヘノヘノモヘジを書いて、もうはっきり言ってひん曲がってますよ。ね。プロのイラストレーターとかって見たらみんな、だいたい曲がってるじゃないですか。別にうまいかうまくないかって言ったら、まあ、別に、みたいな。ね。まあ、うまいかうまくないかって言ったら、まあ、そりゃうまいのかもしれないけど、ね。曲がってますよ。ミケランジェロとかも多分曲がってますよ。ちゃんと見たら。で、その曲がっていうのが、そのなんか、転職だっつうか何神のご自身なのねって言ってほしいんですね。言ってほしい。で、私は発達障害で平凡には生きられないから、こういう職業傾向になるしかないのってね。いや、違いますよ。ね。わかりますか？イラストレーターになるってことは、植木屋でアルバイトするってことなんですよ。と。ね。それか、お前、植木屋でバイトするのは嫌だわ。ね、これで金を稼がなきゃ嫌だわって、お前、どんだけわがままだよと。で、まずそこをちょっと意識転移していきましょうよって。ロールモデルないんですよ。ロールモデルがないんです。
だから別に女優をやってますね。でも、あの女優だけでは生きていけませんから、コンビニでアルバイトします。それも立派な女優の道ですよ。それでも立派にあなたは女優ですよ。自信持ちますよ。女優ですよ。女優ですよ。女優ですよ。ねえ、だけどなんか知んだけど、コンビニでバイトしてると恥ずかしいみたいな。よくわかんない論調ですよね、それね。で、これはね、精神疾患的にも、これに、ね、境界性人格障害に傾向が強いとされています。そういうロジックの人。うん。私は別に、ね、それでやりたいことをやって誰にも迷惑をかけてないんですが、最高に立派な女優じゃないですか。みんなにも、アカデミー賞を取るだけがね、女優じゃないですよ。ロールモデルないんだから。わかります？ロールモデルが最初からないんですよ。何にもないんですよ。ね、ロールモデルが、の、ある世界に、ね、それだったら行きなさいよ。ね、女優なんか目指してないで。ね、それだったらちゃんとなんか、なんとか療法士とか、なんとか士とか、なんかいろいろ認定の世界がありますから、そっちに行きゃいいだけの話でね。で、逆に言うと、そっちのそのロールモデルある世界で頑張って、収入を安定させて、そっちで稼いだお金を女優業に突っ込むっていうのは、これは事業の考え方です。事業。それは立派な事業です。社長さんです、それは。で、そういう考え方の人の方が成功します、はっきり言って。あの、自分でしっかり、そっちの方でお金を稼いで、生活の基盤も成り立たせて、で、そっちで貯めた、必死に貯めたお金で、女優をやる、ミュージシャンをやる。ね、そっちの方が戦略としては、全然その成功的です。成功的です。私が介護福祉士を辞めないのもそっちなんですよ。そっちが大きいんです。いくら魚座はね、ロールモデルなきサインだとしても、私は魚座的な生き方っていうのはちょっと否定的です。あんまり好きなのありません。ね、ロールモデルある、世界。ね、世界でしっかり、生活の基盤を成り立たせて、誰にもそこでその迷惑をかけない。まず迷惑をかけない人になるっていうのが大事なんですね。誰にも頼らなくても、生活していけるよっていうところまで自分を持っていってから、ロールモデルなき世界を目指すっていうのが本当は最短距離、王道のような気がするんですね。でもみんななんか、最初かそのロールモデルなき世界で成功しなければいけないって、これは境界性人格障害にもなりかかってますよ。はっきり言って。こういう考え方は。で、本当それは、そう思いますね。だから自分は才能があるんだから、才能に投資されて当然だとか、そういう考え方がいいんです。だから芸術教育で、まず何よりも、あの子たちにちゃんと教えなくちゃいけないのは、生き様であって、生活手段ではないんだってことですね。芸術とは生き様であって、生活の手段ではない。だ生活の手段を欲しいのであれば、ロールモデルある世界に行けばいいんです。ね、そこで5年、10年しっかり頑張って、それから力を蓄えてからロールモデルなき世界にジャンプすればいいのに、みんな最初から来て、で最初から私の前に正座しちゃうわけですよ。坂井先生、なんかこう、僕は彫刻家に見えてるんですけど、なんかどうしたらいいんでしょうかみたいなね。ばっかやろうって、お前ね、ほんと。な、引っ張られんなよって、もう、毎回思いますよ。もうほんと引っ張られんなよ、こいつらっていうね。ね。だからまあ、そういうのがあります。で、まあその中で話がだいぶ逸れましたけど、適職が、魚座って結構、適職無理ゲー系サインですね。だからロールモデルなきサインね。お羊座っていうと、まあ、中間ですかね。で、このロールモデルある世界のサインと、ロールモデルなき世界のサインと、それから真ん中辺のぼんやりしたサインというのがあって、で、実はこれは運定変ですね。運動サイン、定着サイン、柔軟サイン。だから、私ね、星座を見る、ホロスコープ分析をするときに、どうしても MC を分析するっていうときには、星座運っていうよりか、運定変で見ちゃいます。運動サインなのか、定着サインなのか、柔軟サインなのか。で、柔軟サインっていうのは、ロールモデルなき世界ですね。ロールモデルなき世界です。あの、柔軟サインっていう。で、柔軟サインっていうのは、だいたいダブルサインで、魚座だったら、まあ、2匹の魚。それから、双子座だったら、2人の人間。それから、いて座だったら、半分馬で半分人間とか。まあ、乙女座だったら、神話の中でね、乙女座っていうのは、デメテル。
っていう、まあ、女神が元になってますけど、半分、1年の3分の1か。3分の1は冥界で暮らして、で、3分の2は地上で暮らすみたいなね。そういう、ペルセフォネかな？ペルセフォネの神話か。で、まあ、そういうので、こう、2っていうのが、こう、ポイントになってますね。だから、2つの世界。いう意味もあって、で、その二つの世界っていうのは、さっきも言ったように、ロールモデルある世界とロールモデルなき世界を暗示するのかもしれませんし、もう一個ですね、変通サインの、意味合いとしては、集合離散っていうキーワードが当てられています。これは欧米の文献によく書いてます。集合離散。だから、学校っていうのは実は変通サインが表示するんです。学校。ね、ある一定の期間そこにいて、ある一定の期間が過ぎたら解散するっていうのは、これ学校ですね、卒業しちゃいますから。だから学校とか、その、ね、教習所も変通サインが表示しますし、まあそういうところがありますね。で、定着って言ったら、何かって言ったら、定着は努力ですね。一つのことをコツ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 。一つとも限る必要はないんだけど、目標を定めたら、その目標に向かってコツ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 やっていく。で、また建物としては安泰とか頑丈とか大きいとかっていう意味があるんで、変通サイン、定着サインっていうものが MC に来ている人は、その大きい資本、大きい会社、それから安定してる業界ですよね。で、業界ってトレンドがあるんで、飲食とかは一昔前、今から3、40年前っていうのは飲食っていうのはすごくトレンドな職業だったんです。で、うちの母親なんかも、飲食業は盤石だと、ね。人間は食べるものっていうものは、三大欲求だから、食べ物のビジネスさえすれば、盤石だっていうことでね、うちの母ちゃんも、なんかその食品衛生なんとかしみたいなのを、取りに行って、で、まあ、飲食業ね、やってましたけど、今飲食ってもう、だいぶ厳しい、レッドオーシャンですね、もうね、競合がもうありすぎて、で、我々消費者ももう飽きちゃってるから、まあ、またか、みたいな。で、今、ケーキ屋さんが結構苦戦してますよね、ケーキ屋さん。洋菓子も。まあ、よっぽどね、よっぽどすごい、その、ね、有名なシェフとかだったら、シェフとかパティシエさんとかだったら、あれなのかもしれませんけど、結構ケーキ屋さんって苦戦してて、コンビニでも今ケーキ買えちゃうし、でね、今、ホームメイドですよね。家で結構本格的なケーキって作れちゃって、で、子供と一緒に作って楽しいみたいな感じのことが、ホームメイドが今、ケーキ屋さんを圧迫してきて、で、ね、そうなってくると、ケーキ屋さんが戦うライバルって同業者じゃなくて家電メーカーだったりとかするんですよ。で、そういうのがあります。業界のトレンドがあるんで、定着サインイコール転職しないとかっていうことは絶対ありません。絶対ないんです。定着サインだから転職に。定着サインといえどもですね、トレンドには逆らえないわけです。だから定着サインが第10級に入った時には、正しくそのトレンドを読む能力っていうのが非常に要求されます。変通はもうもともとその、道なき道を行く人たちだから、ね、ほっときゃいいんですけど、定着の人っていうのは、その場その場でトレンドを読む能力っていうのが、要求されていきますね。だから結構難しい仕事をする人が多いです。難しい仕事。単純ではない仕事をする人が、定着サインが MC の人には多いですね。じゃあ活動サインってどういうことなのかって、活動っていうのは、まあ始めるとか、リーダーシップっていうことなんですけど、まあ、大体ですね、会社勤めをしていても、活動サインの人っていうのは何か新しく、プロジェクトを始めなきゃいけないとか、新規立ち上げをしなきゃいけないとか、でそれから自分で何かやりたいみたいな、まあ、ことがありますね。うん、なんかね。で、活動サイン全般そうなんですけど、すべて衣食住に関係するんですよ。天秤座はなんか衣服って言われがちですけど、そうとも限らないんですね。
活動産業全般が、なんかこう、衣食住に関係あります。衣食住。まあ、基本的なことですよね。基本的なこと。だからまあ、そういう基本的な人間のその三大欲求の基本的なところみたいなところが、まあ、向いた職業、っていうことになっていきますね。だからまあ、職業、どういう生き方を目指したらいいんでしょうかって言われたときには、大体私はもうサイン、うんぬんとかじゃなくて、うんて、へんで見ちゃいますけど、まあそういうところで、ロールモデルある世界、ロールモデルなき世界。でね、魚座も結構きついんです。だから魚座の星占いを一生懸命読みすぎちゃった人って出来上がってるんですよ、もう結構。あ、そうなのね。私、ミュージシャンなので、繊細なのね。ね、だから傷つきやすくて、普通の仕事は私は無理なのねって、10代の時からそのまんま刷り込まれたまんま来ちゃってますから、それで人生うまくいかなくなって、3、40代ぐらいになってですね、本当のこと言われるともう受け付けないですよ。だって私生まれつき繊細なんだもん。繊細なんだもん。無理なんだもん。そんな普通の仕事って。ね、誰とも会わない一人ぼっちの仕事しかできないの。閉じこもらないとできないの。みたいな。で、結果なんか、ダメ人間みたいな。そういうケースをいっぱい見た。でも、世の中見てください。いっぱい魚座の人がみんなミュージシャンかっていうと、決してそんなことなくて。ね、硬い仕事してる人もいっぱいいますよ。ね、優秀な人もいれば、アホンダラもいっぱいいます。まあ、バカみたいなのもいっぱいいます。まあ、どの星座もそうですもん。ね。だから、星座とか持ち出す前に、持ち出すよりももっと先にもっと大きい分類があるだろうと。ね。ね。まあ、そういうところなんですよ。ね。だから、最初からその占星術の一色っていうのは、人間の見方をちょっと危うくしますよね。人生の見方とかをね。だからまずそこら辺もちゃんとしっかり学びつつ、まあ、やっていく。まあ、その中で、まあ、獅子座と魚座は、まあ、人生無理ゲーかな、みたいな。だって、獅子座とかって、適職見ると、映画監督とか、プロ野球選手とか結構ね、星座占いの方、私結構、まあ、リサーチも兼ねてね、星座占いの方結構いろいろ見てますけど、結構適職が、無理ゲー。そうね、映画監督って言われてどうしたらいいみたいなのあるじゃないですか。だからね、鑑定の時にお客さん結構来るんですけど、そこのね、そこのせめぎ合いが難しいんですよね。この夢見ちゃって、もうなんかすっかり出来上がってるやつに、現実を教えて、軌道修正させるって並大抵のことじゃなくって、まあ悩みますね。まあ悩みます。もうどっから説明しようか、このバカタレはっていうね。本当に、もう親御さんになり変わって、もう本当、古ごっこにしてる、この野郎と、まあまあ、結構思ってるような人もいますけど、まあね、鑑定だと難しいですね。だからまあ、占い館とかだとね、なかなか30分とか小1時間でそんなそこまで、で、なかなかできないんで、だからまあ、こういうね、動画とか、SNS とかね、原稿とかで、辛抱強く情報を発信して、一人でも自ら気づいてくれる 人が、現れてくれたらいいのかなと思って活動をしています。はい。というお話でございました。